ケネオタッキーです、今日はね、動画作る予定本当なかったんですが、ちょっと連絡事項もありまして、送られてきたものもあるので、ついでに動画にしようかなということで、今日はね、だからカメラ、写真投稿コーナーとか、作品投稿のコーナーとか、俺のカメラのコーナーとか、やっちまったコーナーはございません。ちょっと噛みまくりですが、そんなわけでね、やっていこうと思います。これね、DHL って書いてありますけどね、 DHL、周波代行先佐川急便アメリカから送られてきたものです。それでは動画スタート。はい、では早速開封していきますけど、僕の動画を長いこと視聴している方でアメリカから送られてきたったらもう大体ピンとくるとは思いますが、開けていきます。よいしょ。これね、のりがめちゃくちゃ硬いんです。破っちゃうから。いかにもね、アメリカらしいね、ポンコツな箱で送られてくるんですが、はい、出てきましたよ。はい、長巻きのフィルムですね。アリスタエディオ100と400です。でブローニーのホマが5本。全部 ISO100 です。これなんで買ったのかっていうと、もうね、試写用のフィルムがなくなってたんですよ。ほぼなくなってて、で、ドリームロコモティブ様からいただいたフィルムで試写をするような状況になっておりまして、もう映るか映んねえかもわかんないようなカメラのね、写真をね、いただき物のフィルムでやるのはどうかなっていうことを考え出すようになりまして、ちょっとね、もうちょっとね、ドル高円安待ちたかったんですけど、フォマが値上げするという情報が入ってきましたんで、もうちょっと買いました。でね、フォマパンクラシック100、23で、これ 4.79、これ5本ですね。4ドル79セント。このね、ブローニーですね。で、アリスタエディオ100、400ともに、51ドル99セントでした。で、送料がね、24ドルぐらいだったんだと思うな。24ドル20セント。で、トータルペイメント167ドル34セントということで、現在110円前後ですからね、1万8000円ぐらいで、このフィルム入りました。これはね、4ドル約80セント。日本円に直すと、530円ぐらいになるのかな、1本。日本で買うよりは随分安いですが、送料のことでね、ちょっと計算に入れなきゃいけないんで、ちょっと落っこっちゃった。送料のこと計算に入れなきゃいけないんですけども、1万8000円で、これね、100と400、フィルム約48本ぐらいですね、正確に。48本ぐらいと、ブローニーが5本ということなんで、いくらだ？計算できねえな。400。1本400円ぐらい平均で買うことができたんじゃないかな。国内で買うよりは随分安いことになると思いますね。多分ね。多分ですけど。そんなわけでね、今日はね、B&H フォトで、購入したね、通販で購入したフィルムが到着したという動画になったわけなんですがね。これね。これをね、フィルムローダーでね、詰めて、フィルムにしていくんですけどもね、これでようやくね、思い切って試写ができます。結構ね、試写戸惑ってね、ストップしてたカメラとかもあるんで、思い切りね、試写できますね。EOS-1 とかね、そういう確実に動くやつはね、いただき物で試写してもいいけど、40年も50年も前の、レンジファインダーカメラとかで、果たしてちゃんと撮れるかどうかわかんないようなやつも、いただき物のフィルムでね、試写するのはどうかなっていうことで。
まあ結局買いました。まあね、値上げもう寸前だと思うんで、このアリスタもね、中身はフォマだと思うんですよ。それで今回ね、アリスタが今のところ一番安いんですけど、まあ値上げは確実だろうなと思ってね、購入した次第であります。で、円相場もね、もう円が下がっていく一方で、まあね、まあドルがね、その国債が破綻したりする可能性もあって、まだ流動的なんですけど、現状ではちょっと円が下がっていく方向なんで、もうしゃーなしっていう形でね、購入しました。はい、今日こんな感じなんですけども、ここから先はね、連絡事項ということになりますね。まあ、おたき以前からその東京オフ開催するよということで、11月13日土曜日にね、東京にね、赴くことになっておるんですが、飲み会のね、メンバー、募集しておりまして、最初ね、1名しか来なかったって言ってたんですが、あの後ドドドンと来ました、あの動画をきっかけにね。で、結局ね、もう今10名になって、まあ、合計10名ですね。合計10名になって、もうこれ以上ね、入れる居酒屋さんもないぞということで、この辺で募集、締めさせていただきます。まあね、もう1名ぐらいキャンセル待ちしてもいいかな、キャンセル待ちしてまで僕と飲むのはどうかとは思いますけどね。でね、飲み会はもういっぱいになってしまったんですが、スコープドッグ撮影会、稲城のね、スコープドッグ撮影会と、カメラの山屋さんの周辺でのね、懇談会のようなものはね、基本的には人数制限なしで行えることになると思いますので、当日ね、来ていただければ参加できると思います。まあ、こんなおっさんでもよかったら会いに来てください。もうね、もう、これ僕ね、カメラの動画がなければ本当ただのおっさんだと思うんですけども、まあ、カメラの動画があっても結構ただのおっさんのような気がしますけどね。まあ、底辺 YouTuber ということでね、果たして何人ぐらいね、会いに来てくれるかっていうことになるんですけどね、会いに来てくださった方はね、もうツーショット写真とか撮っていい、こんなおっさんでよければね、撮っていただければと思います。で、トークショーみたいな感じのね、流れにもなっていくと思うのでね、ぜひ参加していただければと思います。で、近所でね、来れない、近所じゃなくて来れないって方は、飲み会の方はね、当日はライブにしていくと思いますので、そのライブで参加していただければ、嬉しく思います。はい、今日のね、動画、まあ、甚だ簡単ではありますが、こんな感じになってます。でね、ニコン F3 と、キャノンニュー F1 の比較の動画はね、実はもう撮影済みでね、編集待ちになってますが、とりあえずちょっとこっちの動画をね、先に出していこうかなと思ってね、今作ってます。編集簡単なんでね。でね、リコン F3 とキャノンニュー F1 の動画はね、まあ、期待通りの動画ではないかもしれません。自分的にもちょっと煮え切れない動画になってるんですが、まあ、どっちがいいかっていうのをね、比較するのが本当に難しいカメラの2台になっていくんでね、まあ、どっちでもいいぞって話なんですよね。ぶっちゃけの話ね、デザインで選んでもいいような2台ではあるんですけどもね、まあ、カメラのね、その特徴をね、まあ、説明していって比較していく動画になっていますので、次の動画はね、またすぐにはアップできるとは思うんですが、もうしばらくお待ちくださいということですね。はい、今日の動画は以上になります。いかがだったでしょうか。で、コメントの方で本当にね、コメント返す今がもう全然ないんで、今日もね、ちょっとね、同僚と飲み会に誘われてても、これ断るわけにいかないんで、またコメント滞っちゃうぞと思ってるんですけどね、頑張ってね、返していこうと思ってますんで、コメントの方はどしどしお願いします。で、高評価の方はもうポチッと押すだけなんで、いつものように高評価をしてくださいね。よろしくお願いします。で、チャンネル登録の方ね、まあ、じりじり増えていっております。本当に嬉しく思ってます。基本的にね、チャンネル登録、もうオタッキーの動画ある程度軌道に乗ってからはね、マイナスっていう月はないんです。全くないんです。ずっとプラスで来てます。いつマイナスに転じるかその辺の、流れはね、まあ、わかんないですけどもね、まあ、ずっとねやっていこうと思ってますんでね、応援してくださりますよう、よろしくお願いいたします。はい、今日の動画はこんな感じです。また次の動画でお会いいたしましょう。それではごきげんよう、さよなら。